ちゃ。こんにちは。さあ豊さん、今日巨人です。話題としては、はい、今ももちろんですけれども、巨人と対戦する5球団セ・リーグは、はい、やっぱり巨人の打線つながりとかって気になると思うんですけれども、はい、やっぱ4番が不動の岡本選手っていうの決まってますけれども、はい、じゃあその後ろを打つ、まあ現状さ、坂本しかいないなって思うんだよね。結論早いです。3番ではないんですね、坂本選手は。理想はやっぱ3番だよ、うん、5番にしっかりした人間がいればね、はい、現状やっぱ一番勝負強さっていうことを考えるとやっぱ坂本だよね。隼人、巨人の4番岡本選手がいて、そのここの巨人の打線における5番の役割っていうのは、それはもう岡本を生かすか殺すかだよね。徹底しても厳しいところ行って歩かしてもいいっていうような攻めをされながら、はい、岡本が勝負していくのか、うん、いやー後ろに隼人いるからな、坂本いるからな、岡本とも勝負しに行かなきゃいけないっていうふうに思わせるような、うん、やっぱ5番打者っていうのを現状考えた時には、うん、隼人しかいないっていうか坂本しかいないんじゃないかなっていうような感じがする、ね、理想はだよ。理想はですよね、うん、例えば原監督だったりやっぱり3番坂本選手っていうのをがなんかすごく印象的に、まあそうだね、うん、まあ、上位、まあ、2番とかね、うん、それはあるけども、はい、その孤立した分岡本が成績出なかった年もあるし、うん、まあ、昨年はねまあまあ打ったけども、はい、打順を組むのにも1日3って普通に考えたらもう左しかいないんだよね。そうですね。そしたらやっぱ坂本を3番に置いときたいなっていうことも、うん、まあ、考えるけども、はい、まあ、だけど左対左だからって打てないバッターは自然と外されるからね、うん、まあそうでしょうね。だからまあ吉川、門脇、小戸は、ああそうですね、小戸は入ってきたので、小戸、うん、は5番ではない、やっぱ5番坂本、ちょっと率がさ、まあ、低いですね。まあまだ分かんないけどもね、うん、分かんないけども、その人間が本当に5番を打てるってなるとやっぱ坂本を3番にしたいとか、そういうことを思うんじゃない。より率が残せて嫌なバッターを5番に置いた方が、まあでも坂本隼人はホームランも打てるしさ、うん、勝負強さもあるし率も残せるから、はい、だからマルチなんだよね、うん、だからそういう意味では坂本で、大城の状態が良ければ大城、うん、大城もいいよ、ね、バッティングは、うんうん、まあ、あとは、まあ、梶谷とか丸とかね、はい、まあ候補はいるけども、5番だけ岡本の後ろは誰なんだって言ったら坂本って言うよね。でもこれがチーム事情で許されるかどうかっていうのは、まあ、別問題として、うん、まあ、岡本が坂本がいてくれると打ちやすいんじゃないの、逆に。確かにそうかもしれない、ね、あ、俺のところ絶対勝負来るっていうのが分かるから、うんうん、でも小戸とかいて、うん、はい、歩かされそうだなとか、うん、でなってくるとやっぱこう岡本の成績にも影響が出てくるのかなという感じはするけど、そうですね、うん、あと岸で出ていたんですけれども、ルーキーの日立製作所のドラフト3位、はい、佐々木俊介外野手が5番センターとして開幕スタメン候補にもう実はその小戸は取る前は上がってたっていうのも出てるんですけど、これいきなりそんなことっていうのはやっぱり、まあ良ければね、良ければ可能性はあるよ。まあ、ただ萩尾とかね、はい、まあ、その浅野がちょっと出遅れたけども、はい、浅野っていうね選手もいるし、そうですね、うん、まあ、岡田っていう選手もいるし、ありますね、はい、いやだから、まあ、競争は競争なんだろうけどさ、うん、安倍監督がルーキーの時に、まあ、原監督が長嶋さんにルーキーの開幕は一生に一度ですからと、安倍で行ってくださいってお願いした、まあ、それはやっぱ伝え聞いて新之助も安倍監督も分かってることだし、うん、でも将来的に、あ、この選手はジャイアンツを背負っていくなっていうふうに思ったら可能性はあるよね。あの佐々木選手の開幕っていうのは、だってその選手のルーキーの開幕っていうのはもうその年しかないわけだから、はい、そういうドラマを書くかもわからないよね。ちなみにその佐々木選手、やっぱ走攻守三拍子揃っていてパンチ力も秘めていると、じゃあ大体書くんだよみんな誰もみんなそう
ですよね。で DeNA の、 あのドラ1だったあの渡来選手とやっぱり遜色なくすごくいい選手ということで、はい、外国人は使うとしてさ、まあ、梶谷がいて丸がいて、うん、まあ、秋広もいて、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ競争になるしさ、そう簡単ではないよね。そうです、まあ、やっぱりよっぽど良くないとさ、はい、やっぱ開幕スタメンというのは取れないと思うし、そうですよね、まあ、さっき言ったように本当にあの将来的にね、うん、もう巨人の堂々たるあのレギュラーで、はい、まあ、チームを牽引していけるぐらいの選手になれる素材なのかどうかっていうのがね、はい、それは問われるよね。そうです、ね、うん、あとはじゃあ秋広選手、はい、まあ、去年は主に3番で起用されてました。去年は自分のキャリアハイになる出場数も、うん、まあ、実質一軍が昨年初めてみたいなもんだったからね、はい、この秋広選手がじゃあ今シーズン5番で例えばレフトとかそういったところに来るっていうのはどうなんでしょう、ありえますかね。5番っていうのはなかなかな、あ、ちょっと厳しいかもわからないな。その秋広選手の3番だったらありえるけどっていうことですか。いや、まずはやっぱレギュラーを取らないとさ、レギュラーを取らないと話にならない。まあ、そうですよね、うん、だから秋広秋広って言われてるけども、うん、やっぱ競争相手はいっぱいいるわけだから、うん、秋広がもうレギュラーだっていうふうに考えるのがちょっとおかしくて、そうなんだ、やっぱ競争だよね。だから昨年ね、秋広に求めてる数字が完全にクリアされたかというとさ、やっぱホームランも物足りなければっていうふうなことでじゃない、うん、はい、守備もそうだし、うん、だからそこら辺をどうクリアしていくのか。彼だったらやっぱ最低20本ぐらいは打ってほしいでしょ、うん、そうですね、で打てないんだったら率は3割近く打ってほしいし、はい、だそれがクリアになったかというとなってないわけでしょ。そうです、ね、まあ、成長過程にあるからね、まだまだ分かんないけども、うん、ここら辺はやっぱもう勝負しに行かなきゃいけない球団だけに、はい、それ悠長のことは言ってらんないんだよ、うん、で悪かったら落ちるし、うん、ね、打たなかったらも外されるし、はい、で打てる人間が出ていくという、うん、あとはやっぱ監督の信頼をどう得られるかだよ。そうか、じゃあ5番丸、5番梶谷選手、こういったあたりはどうなってきますか。いや、あり得るよ、うん、あり得るけど、はい、現状を考えたときに、うん、俺は坂本しかいない。やっぱそうだな。やっぱ5番にチャンスは回ってくるよ、うん、岡本を避けるとしたら、はい、そしたら勝負強さから言うと俺は梶谷がいいと。梶谷は意外と勝負強いから。あ、そうなんですね、うん、いや3番もし坂本選手に置くんであれば5番梶谷選手でも、うん、でもいいし、うん、まあ、大城の状態が今年は本当にバッティングの状態がいいってなると、うん、まあ、負担はキャッチャーとしてねあるかもわからないけども、うん、やっぱ打てるキャッチャーだから、うん、まあ、5番に据えても面白いかなとは思うよ、うん、ただまあ最初のうちはねやっぱこう大変だろうから、うん、いきなり5番ということはなくて、まあ、誰かが5番を任す、はい、まあ、その中で打順の流れから言うと、まあ、坂本が一番いいと、うん、もう本当適任中の適任で、うん、まあ、どこを出してもいいんだけどね彼は、はい、まあ、だけどやっぱりジャイアンツの中で一番勝負強さを持ってるのは誰だって言ったら、うん、俺は坂本だと思う、うん、なのでやっぱ5番坂本選手が豊さん的にはしっくりくる、まあ、しっくりくる、うんうん、そこはもうずっと、これはやっぱり岡本も生かせるという、うん、そこはたと、まあ、ずっと左が続いてしまうけれども、それでもやっぱり5番の坂本選手の存在っていうのは大きい。大きいよね、一時期その坂本が離脱して岡本が一人だったんだよね、うん、孤立したような状態で坂本が帰ってきた怪我から、うん、その時に5番に据えたんだよ、はい、そしたら岡本が復活していくという、うん、やっぱこう5番っていうのは岡本も含めて考えなきゃいけない、うん、そうなってくるとやっぱ5番に本当にしっかりした人間っていうのは、うん、じゃあ誰だって言ったら俺は坂本勇人しかいない。そうですね、うん、その4番が岡本選手だからこその5番、やっぱり坂本選手っていうところなんです、ね、いやだからそしたら1番2番3番どうしようかってほら悩み始める。そうですね、そうですね、ただやっぱり出塁率っていうのを考えながらやっぱ組んでいくだろうし、うん、これは右も左も関係なく、うん、もう考える必要があるよね、はい、だからジグザグも組めるような右バッターもいないし、はい、まあ、左が3枚並んだとしても、うん、これは仕方ないかなっていうふうには思うけどもね、うん、それ以上に価値のある5番っていうところですよね、やっぱ坂本選手は。まあ、そりゃそうだな、うん、でもその後また坂本過ぎてから左ばっかりだからそうなんですよね。そうそうそう、まあ、長野を絡ませるかどうかっていうこともあるけども、そうかそうか、だけどまあ年齢的にはベンチにいて、はい、勝負どころ
に差し込みたいだろうね、うん、確かにね、代打っていう気持ちだから右バッターがジャイアンツにとってはチャンスだって出てくる。そうですよね。だから萩尾なんてめちゃくちゃチャンスだし、浅野だってめちゃくちゃチャンスなんだよ。そうですよね、うん、あと忘れちゃいけない松原選手、左だろ。あ、左だもう左は腹いっぱいだと思うよ。もうちょっとお腹いっぱいですね。まあまあ、でも松原っていうのはやっぱこうある時期ね、まあ、しっかりした成績を残した時期もあるし、うん、まあ、腐ってなければいいなとは思うけどもね、うん、はい、使えない選手ではないよね。そうですよね、うん、だからこれを阿部監督がどういうふうに使うのか、うん、まあ、これも 見ものだけどもね。ですよね、うん、いや本当にあの、ね、外野手争いっていうのもそうですし、まあ、今日は5番打者誰が一番いいのか、はい、まあまあ、答えは、ね、もう坂本選手って出たので理想はそうだよもうね理想はもうそれしかない気持ちいいぐらいに今日は回答がスパッと出ましたね。そうよ迷いなく迷いはない。でもそれキャンプでもしその阿部監督と話せる機会があったら、なんかそのあたりのなんか気取りです。坂本選手の今シーズンどういう風にあれするのかとか。もうね、坂本のチームだから。あ、そっかそっか。だから坂本がやらないと、うん、ね、岡本は4番でこう仕事をしてくれるけども、チーム全体を統括してのチームリーダーだから、うん、はい、どこに置いてもいいんだけども、もう最初こうもう考えた時に5番かなと思うよね、うん、ただ3000本 打たせてやりたいと思うとさもう上位を打たせてやりたいけどねそうですね、まあ、兼ね合いもあるよ、いろんな記録もあるしな。そうですよね。これはちゃんと聞いてくるよ。あ、本当ですか。そりゃそうだよ。その岡本の後って誰考えてんのって、うん、あ、聞いてほしいです。そりゃ聞くよ。あとはやっぱ左が多いじゃないですか。そのあたりって打線に影響してくるのかって、そのどうなんだ、まあ、左な、はい、でもね、左対左って割とね、左の方が率残してるバッター、うん、左バッターが多いんだよね、うん、そういう選手がやっぱレギュラー取ってるし、はい、意外と左って言うけどもさ、うん、変則の時にどうするかだよ。だから普通にオーソドックスの左ピッチャーっていうのは、うん、まあそこまでは苦にしないよ、うん、例えばそれは長打は減るかもわからないけども、はい、率に関しては逆に上がる可能性があるからね。例えばこれ7回8回とかで阪神との対戦の時にさあっていう時に左で阪神が中継ぎだったら、でも変則っていないじゃない。いないか、うん、ただ左ピッチャーが抑える率は阪神のピッチャー高いけどね、高いけど、まあそこまでいやらしいかっていうとさ、うん、まあ例えばヤクルトに入った加山とかさ、うん、はい、そうですね、そんなことよりはいやらしくはないよ。あ、そうなのか。もうそれはね、腹くくって選手を 信用するしかない。そうですよね。そういったところもあの安倍監督にぜひ聞いてきます。よろしくお願いします。いや、聞いてこれるかどうかだね。日程的に合うかどうかだから。そっかそっか。そうそうそう、そしたら電話して聞くよ。いや、早い。もう喋らなかったら亀井に電話しちゃうから。いや、コーチの方に電話して。バッティングコーチ。豊さんは今回のキャンプで全球団行けそう、はい、回れないよね。無理ですね。その場所もね、あるでしょうし、まあ、アメリカにも行かないかもしれない。いや、そうなんです。実はアメリカにもね、行くことが決まったので、なかなかタイトな日程にはなるとは思うんですけれども、大変だよ、老体に鞭打っていかないよ。そうですよね、うん、おそらくまたキャンプでも外で生の情報だったり、まあ、そうだな、はい、いろんな情報をね、送りたいと思うけどね。もうちょっとあのぜひね、チャンネル登録まだされてないという方はこれを機に、いいね、はい、チャンネル登録していただきたいと思います。